試合終了直後の中日柳、あまりにもかわいそう。柳かわいそう。佐藤いつもセカンドに投げよるな。柳魂抜け取る。敵ながら柳勝ちでかわいそう。勝ったで、中日もお疲れ。てかマジで柳つらい。柳がっくりでくさ。佐藤の足の運びやばすぎやろ。こんな乗ってないよ。柳を移してやるなよ。柳は被害者やとは思う。一塁送球の方が良くなかった。柳を真っ先に移す畜生。悲しいな。佐藤それなんやねん。柳かわいそう。柳ほんまかわいそう。柳カメラやめたれて。なんちゅうがお。サトテルめっちゃドタバタしてたやん。柳泣きそうやん。柳があまりにもかわいそう。泣きそうやん。佐藤怪しいけどまあええや。撃沈してて正直普通にかわいそう。今のファースト投げた方が確実ちゃうの。まさった阪神じゃなくて柳移すのくさ。柳やめてほんま見てらんない。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。